皆さんこんにちは、 EAK 戦車ヨシです。本日も戦車デビュー紹介を行います。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしく。ゴールデンウィークやからってあんまはしゃぎすぎんといてください。すいません。はい、ということで、今日は視聴者さんからの、お願いもありまして、今話題のこちらブラスクの12番と13番出た使わせていただきます。ジェルマダブル6ね。何それ。あ、行こう。マジで何それ。いいよ。あ、そうな。まあ、ね、ずっとね気になってはいたんですけど、あのアマゾンでしか売ってなくてちょっと手が出なかったんですけど、今回あのジェームスの前提にあの入るっていうことがね決まったので、今回12番と13番をまず使ってみたいと思います。いいっす。では施工していくんですけども、いろいろ悩んだ結果12単品13単品と12、13の重ね塗りを行うんですけども、3パターンね。はい、12のみ、13のみ、バトルの、12、13の、のみ、のみじゃない、12、13。あの動画であんま合ってるなとか言うなよ。施工していきます。じゃあまず12をこことここですね、だからに施工します。はい、でね、商品の特徴とかを、ね、ちょっと説明したいんですけども、難しい言葉の羅列。本製品はグラフェンと SiO2 を基盤に塗装に優れた光沢と持続力はもちろん、優れた汚れ防止と撥水力を期待できる製品です。はい、これね、ほんまに良くないと思う。物はいいかもしれんけどさ。ブラスク独自の優れたナノレベル技術を結合し、完璧なコーティングソリューションを提供します。言ってることは分かるんですけども、もうちょっと分か…まあいいかそれは。でも初めて使う人に分かりやすくっていう、よう言われる3歳でも4歳でも分かるような文章にせえとですね。本当に俺は大事だと思う。気になり文句から言う。まあ別に施工は難しくないもんね。はい、書くなっていうことではないんですけどね、僕らの動画的に説明はいらないかなって思うので、まあ、とりあえず言いましたけども、はい、まあ施工ですね。施工はこっちはね乾式なので、乾いた状態で両端施工を行います。ボディに適量吹きかけ、綺麗なタオルで拭いてください。なのでまあ量はあんまり関係なさそうなので、まあ、ちょい多め、気持ち多めぐらいでやります。これは2プッシュぐらいじゃないこの範囲だったら。そうやね、1、2か、まあ1、2、3ぐらいか。これはね、グラフェンウォーターって書いてるんで、まあさっきも言ったようにグラフェンですね。ムラが怖いですが、うちの視聴者にさ、そのグラフェンって言っても伝わるんかなっていう感じだけど、まあ最近流行りのものとだけ言っておきましょう。そうやっぱりオートバックスとかの商品メインで紹介してたらグラフェンなんかないもん。俺も動画で1回スパシャンの、まあこのね、そうグラフェン、あれ1回だけ。皆さんなんか最近流行ってるんですよ、グラフェンというものが。なんかすごいニュースな、これ。グラフェンってさ、やっぱムラになりやすいイメージがあるけど、どうなんかね、若干なってる気がせんでもなくもない。どういう日本語や。これは違うんかな。3プッシュですね、とりあえず3プッシュ塗ってすぐはなんかめちゃくちゃツヤツヤになってるって感じあんましないかな。まあ若干残るけど、冷えてはいく。まあちょっと残るね。タオル何枚か用意した方がいいかもしれない。この拭いてここまあ止まるじゃないですか。止まってここに残留が固まるんで、まあ、バーって伸ばして裏返して面変えた方がいいね。そう、ちょっとこう取るというか、なんかめちゃくちゃ施工しにくいって感じはなさそうやな。でもではないね。今ちょっとムラったんもパッて拭いたら取れたんで、ただねこれ12も13もなんですけど24時間置かないとあかんっていう、これね本当になんとかならんすか。まあ全部簡易にしろとは言わんけどね。まあまあその分効果を発揮してくれたらいいんじゃない。でもそう、この12に関しては4時間で完全効果開始、あ、違う、完全効果、4時間で効果開始、24時間で完全効果、施工後12時間はなるべく水に濡れないようにしてください、なんですよね。そうで、だから13を重ねる場合もあの24時間後じゃないとこの12が完全硬化していないので、だから今これね塗ってもこいつこの13はすぐに重ねられませんので、はい、ご注意ください。霧吹きはいいですね。もう勢いよく出すぎてちょっと飛ぶぐらいですちょっと離し目にやった方がいいかもね。この距離は近いですね、もう跳ね返って飛んじゃいそう。ちょっと今ねこっちに飛んだらあかんから気使ってあんま離しすぎてもあれなんで、ちょっとずつやってますけど息は結構よく出てくれます、これはねいいです、グッドです。12は値段は6600円、税込み。何 500ml。 13は7700円。何、ジェームスにそんな高いもんが売り始めた。買ったねジェームス、戦車革命ですか。皆さん最近ジェームスね洗車品めっちゃいっぱい置いてるらしいんで、ぜひ行ってみてください。もう拭き取り重いとかも全然なさそうですね、これは特に。まあだからムラだけ拭いてた面はやっぱり濡れてくるんで、拭いてこう拭いてってして、この止まったところ両端に
若干やっぱり残留というんですか、ムラの原因が出そうなので、1台やるんやったらクロス2枚あった方がいいかもね。2枚かな、そうっすね、塗り込み用と空拭き用とで用意したらそんなに、うん、気になるほどではないと思います。はい、とりあえずこれで12が終わりなので、うん、4時間で効果開始しますので、で13も24時間なので次真ん中13成功します。はい、はい、次13成功します。でこれもなんか説明は書いてありますね。チタンとブラスク固有のナノ素材を融合した技術力をベースに塗装のクリア層としっかり結合し、優れた光沢とスリック撥水力を最大限化させた製品です。何にも分からない何にも分からない、これ音読下手やな、やっぱりあかんな、ごめんなさい。でこれは鑑識でも湿式でも施工できるんですけど、まあ12鑑識でやったんで鑑識で統一でやります。で湿式の場合は、まあ、洗車後残った水滴残ったところにスプレーして固く絞ったタオルで水拭き後乾いた綺麗なタオルで拭き上げてくださいっていう、うん、なんかダブル湿式みたいな、なんか、うん、普通なんか濡れた状態だから乾いたんで拭くんかなって思うんですけど、ちょっと濡れたので拭いて乾いたのでなじませる。なるほどね。もしくは濡らして固く絞ったタオルに直接スプレーをして、ボディに塗る、で乾いたタオルで拭く、まあ、どちらにしても湿式ですねそれも、うん、はい、まあ、パターンがちょっと何個かあるんですけども、今回は鑑識でいきます。なんか一応言うとけど12、13ってちょっとコーティングですよね。コーティングです、うん、だからこれがトップコートみたいなやつか、でこれ12がベースグラフェンの下地みたいな、はいですね、だから13だけを、ね、使ってる人は、ね、結構効きます、うん、はい、これトップでとか、うん、これを簡易コーティングみたいな扱いで使ってる人は多いです。でこれも施工後4時間で半定着して、12時間はなるべく濡らさないようにします。で24時間で完全硬化しますってことなんで、まあ、ほぼほぼ12と変わらない扱いかなと思います。よく振ると、まあ、よく振ってから使ってください。で施工直後からその撥水の膜ですねが形成されるらしいんですが、より時間を置いた方が、まあ、それはもちろんですけどね、定着がよりするので、よりこう強固な膜が形成されますよっていうふうにも記載がありますね。なるほど。だ24時間じゃなくて48時間濡らさずに置いたら、まあ、よりボディに浸透するので難しいよね。でも、うん、急に雨降ってきたりするし。そう、まあでも最低だから24時間、あ12時間、12時間濡らさんように。そうそうそう、あいい匂い、いい匂いやけどちょっと石油系の匂いがする、まあ、あんま関係ないけどね、そこ匂いとかなんかチタンとかそっち系の匂いなんじゃない。あなるほど、チタンの匂い分からんけど、これも勢いよく出るんで。ノズルがいいね。いいですね、スプレーノズルグッドですね。まあこのブラスク、ね、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、番号でいっぱい商品があって、13が一番最後ですね現状、うん、14はないんですけど、うん、で1番から順番に使っていくと洗車が完結するっていう。素晴らしいよねこのコンセプトはほんとすごいと思った。超わかりやすい。11番がワックスか。11かな。そうやね、だからワックス、例えば言うとワックス、グラフェン、トップコートでボディが綺麗に仕上がると。塗りすぎ塗りすぎしかも今あれやね、日本に全部ないんよね。確かないないです。またちょっとね、商品のリンクとかはね貼っておきますので、そこからチェックしてもらえたらと思ってるんですけど、うん、で店頭で見れるのは多分ジェームスか、まあ一部 FC のオートバックスとかはあるかもしれないですけども、うん、終わりです。うん、でこっから24時間置いて13を重ねる場合も24時間なので、48時間後にお会いしましょう長えな。48時間経ちました。長い。とりあえずね、ちょっと洗車をねまだしてないので後で洗車するんですけど、こことここにマステを貼ってました。プレスラインに沿ってね。そう、ツヤ感を見てるんですが、このぐらいの距離で見てわかるぐらい近すぎるやん。これぐらいで、あーん、うんうんうんってぐらいの匂い嗅ぐ距離や。そうぐらいの差しかない。正直あんまりこうツヤが出るっていう感じじゃないやな。ないね、これはどっちも一緒やね。これだ、12、13、12、13やけど、12と13でのツヤの違いもそんなにないし、13、12、13の違いもそんなにない。なのでツヤ感は正直微妙かなと思いますね。まあ、水垢じゃないですけど、雨降ったりもしたんで、ちょっとまあ撥水を見てもらいながら洗車を一回します。こんな感じですね。定着はだからしっかりしてると思います。あ、でも水かけたらわかるね。うん、ここに、ね、貼ってたとこがね、ここに合わせてね、うん、はい、ちょっと軽くじゃあ洗車をしましょう。
発水いいねでシンプルにしかないなそれ以外に何もないんだけど、めちゃめちゃ弾いてるな。もうマスで払んでも分かるぐらいやんなこれ。うん、だからやっぱりこことここは弾きが一緒なんかな多分。で13が上に乗ってるだけやからさ、まあまあまあトップコートの撥水層で、そうで13の弾き、13の弾き、ここは12の弾きだから、ここは洗って多分13が取れたらここと同じ弾きになるんですけど、どう違うって言われても、変わらん。あーんって感じだな。難しいな、コメントの仕方がむずいな。いいのはいい、まあ、ツヤはそんなに出ない。あの12グラフェンにしてもトップコートに関しても重ねたとしてもあんまり出ない。うちの常連の方が言ってたけど、うん、ツヤは12の方がいいとは言ってた。ほんまかいな、そんなことないと思うけどな俺は。まあ、結論としては撥水はすごくいいのと、あの24時間濡らさなければ定着はしました。うん、で正確に言うと、あのここ13を施工した次の日の朝、うん、24時間経ったか経たんかぐらいで雨降ったんですけど、ここは微妙かな、ちょっと降ったかもしれんよな、降ったかもぐらいやろう、うん、でも十分に定着はしてたんで、まあ、12時間濡らさないっていうのを守ればこんだけ定着はしてますんで、多分ここでリセットしたらここに関しては12が残るんでまだ弾いてると思いますね。でこれが重なったのがここうん、っていうことなので、なんか特段だから全然弾いてへんやんとか1回洗車したから落ちたんやんとかないんで、うん、十分にいいと思いますね。で耐久性がねちょっと何ヶ月とかっていうのをねいろいろ調べてたんですけど、今のところ見つけてれな、見つけれてなくて、また見つけたらあの差し込みます編集で。うん、だからメーカーの推奨はここの施工の仕方ね、10に塗って、うん、13塗ってくださいっていうことなんですけど、うん、全然単品で使われてる方もいますので、12だけ13だけっていうのも、まあ、でも全然いいかなっていう感じはね、はい、ここはもうお好みで使っていただけていいかなと思いますね、うん、ツヤ感は正直微妙です。でスリック性もこう触ってても正直そんな引っかかりがここですごいあってとかいうぐらいのヌルヌル感はないですけど、まあ、若干スリック性があるかなってぐらいなんで、まあ、ヌルヌルがあんまり好きじゃないっていう方もいいかなと思います。こんな感じですね結論は。デメリットだから施工がちょっと重たい、24時間、うん、これやるのに48時間かかるんで、単品だったら24時間なんですけど、そこがちょっとデメリットですけども、まあ、頑張ったらこういう風になりますってことです。なるほど。お値段6600円と7700円。うちのチャンネルそれでちょっとやっぱ高いわな。全国のジェームスにて、手に取って商品を見ることができるようになってます。で、はい、Amazon にも置いてるので、そのリンクもまた置いておきますので、ぜひそこで商品ページ見て、どう思うかっていうのをね皆さんチェックしてみてください。はい、というわけで今回の動画以上となります。よし、しょっ。